こんにちは、ルナです。はい、今日は新居で初めてメイクをするので、その様子と、あと髪の毛とかね、洋服選び、衣装部屋もちょっぴり公開してるので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速スタート。はい、ではメイクをやっていきたいと思います。お風呂上がりでもうスキンケアも終わって、新しく使ってみたい化粧品を使っていきます。下地とかはいつもと同じ、ハーリップトゥーのグローサンスクリーンセラム。なんかね、次のお家もライトがさ、オレンジだからさ、すっごいキティが彫ってる、すごいオレンジっぽい感じ。ちょっとさ、最初にさ、リップをさ塗ろうかな。サラのプロデュースしたリップを塗りました。で、今日はなんかディオールのね、化粧品を使おうと思って、このディオールのカプチュールシリーズのドリームスキンフレッシュ&パーフェクトクッションっていうのを使います。なんかすごいめっちゃカバーされるっていう感じではないけど、この美容液とかすごいね、成分がすごいいいらしくて、そう、一番明るいカラーです、多分。もうスキンケア的な感じのあれだよね。めっちゃ薄付きなので、カバー力が欲しい人は多分不向きかも。ほぼカバー力ないです。これはなんか下地とかに使う人が多いみたい。でもなんだろう、ノーファンデとかでファンデーションつけないみたいな感じの人にもめっちゃいいみたいです。私はこれだけじゃない、ちょっとね、お肌が無理なのでコンシーラーを塗ります。コンシーラーも今日初めて使うディオールのコンシーラー、じゃん、フォーエバースキンコレクト。なんかめっちゃ良さそうだから買ってみた。え、めっちゃ良さそうだよ。ちょっとポン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 、カバーしたい部分に。私はもう目の下を絶対的にカバーしたいので、目の下に多く塗りました。で、コンシーラーブラシで伸ばします。え、待って、めっちゃこのコンシーラーいい、すごいね、肌にね溶け込むようにフィットする。わかります？この自然なフィット感で、これをもうね、頬とかのまで広く伸ばすと、ファンデーションあんまいらないかなって思います。私めっちゃ綺麗じゃない、めっちゃいい、自然なカバー力とツヤ感がいいですね。え、めっちゃ肌綺麗な人みたいな感じになったよ。塗る部分も太めだから、だから塗りやすい。クッションファンデあんまりカバー力ないのでこれで。私ね、そばかすがあるので、頬は赤みとかではなくて、そばかすをカバーしたいっていう感じかな。肌は完成、めちゃツヤ感、え、ツヤ感すご、キラキラのお肌になりました。眉毛はいつものケイトのやつです。私も眉毛整えてるから、ほぼね何もしなくていいんですけど。そしてそしてチーク、このね、ディオールフォーエバールミナイザーっていう04番のゴールデングローっていう、これはハイライトになるのかな、だけどチークだよね。そう、これがねめっちゃ気になってた、こういうなんかツヤのあるハイライトっぽいチークです。パッケージ可愛すぎない、このツヤ感のある。ちょっとさ、これを早く塗りたいから先にチーク塗っちゃいます。これもめっちゃ薄付き、でもツヤ感あるからもっと肌がすごいツヤツヤ。私の今日のテーマはツヤツヤです。ツヤ感素晴らしい。なんかね、めっちゃピンクになる感じでもないんですけど、ほんのりピンクでかなりツヤ感が出ます。もうほぼハイライターみたいな感じなのかな。え、いい、めっちゃいいじゃん、超いい。アイシャドウもディオールにしたいと思います。
879番のこういうピンク系のアイシャドウにしてみました。春っぽいあのメイクになるかなと思って、もう春っていうか夏だけどね、ピンクの薄いピンクのラメ顔もアイホール全体に。引っ越しして2日目でやっと全部片付け終わりました。衣装部屋がね一番最後まで片付かなかった。あのまだ買い足してないものとかがあって、ルームツアーを先にやりたかったんですけど、ちょっとまだね家のものが若干揃ってないので、多分もうすぐ届くからすぐ揃えてルームツアーやりたいと思うので、ちょっと待っててください。ピンクのシャドウ、じゃじゃん、こんな感じ。かわいい。ライトがさオレンジだから見にくいかな。目元ピンクにすると優しい印象になります。目の下にもちょっとピンクを入れておきます。で今日はカラコンやってるあのねフェリアモのシアブラウンをつけてます。ディオールのまつげ下地をつけていきます。ディオールショーマキシマイザー 3D ってやつ、めっちゃ良さそうだからさ使ってみたい。え、なんかまつげが白になったりしないんだ。なんかついてるのかついてないのかわかんない。でも若干毛先、まつげの毛先が白くなってますね。マスカラもディオールショーのシリーズアイコニックオーバーカールってやつです。これディオールのマスカラ使ったこと多分ねあんまりないんだよね。なんで、おー結構太め、コームは太めだけど塗りやすいですね。めちゃくちゃ下地やったからかいつもよりまつげが長い気がするね。えすごいね、綺麗なセパレートに。すごーい、まつげがなんかすごい長い、いつもより長い気がする。下地のおかげなのかなこれは。すごい、じゃん、めっちゃいいじゃん、めちゃくちゃまつげいい、すごすぎる。ディオールマスカラ素晴らしい、すごくない。アイライン引きます。ちょっと最後に目の下のキラキラをつけます。これはもうディオールじゃない。もうね引っ越しのさ準備も大変だし片付けも大変だったんですけど、めっちゃ友達が手伝ってくれてなんとか終わりました。なんかね荷物がさめっちゃ少ないって思ってたの自分で、だけどすごい多かった。一人暮らしの量じゃない。ルームツアーやるので皆さん楽しみにしててください。はい、リップを塗りました。ツヤツヤ出来上がりました。ほぼディオールでメイクをしました。はい、では今から髪をやります。あ、やばいやばい、いつもこうなっちゃう。いつもちょっとふわってなりすぎるんですけど、こうやって。だけど時間が経てばすぐに治るので、ちょっと皆さん我慢してください。この見た目に。お風呂場はごく普通のお風呂場です。何も変わってない。で私最近ね髪を乾かす前にオッチオットのセラム CMC オイルっていうヘアトリートメントをつけてます。するとねなんかしっとり仕上がる。メイクが可愛い。アイロンはヘアビューロンのボディプラスです。めちゃくちゃサラサラになります。これとりあえずストレートにする。はい、こんな感じでストレートにしました。で前髪はちょっと今抑え中なのでこんな感じ。はい、ってことで今日の洋服を決めたいと思います。はい、今回引っ越したお家にあの衣装部屋を作ったので、そうで今日はワンピースにします。どれにしよう、こんな感じ、チラ見せはい、こちらのワンピースにしました。じゃーん、スナイデルの1年前ぐらいに買ったお気に入りのワンピースです。めちゃくちゃ着やすくて首元も開いてて
なんていうんだろう、着膨れしないのがお気に入りです。はい、って感じで私の新しいお家でのメイクとヘアとお着替えでした。てかこの部屋でさメイク撮影した方がいいよね絶対。なんかリビングはすごいあれだから、オレンジだから。では皆さん最後まで見ていただきありがとうございます。次の動画は多分ルームツアーになると思うので楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。